正直やってきました。この通り、あ、ホームね、なぜかいっぱい人がいました。いっぱいって言っても、まあ総勢5人ぐらいなんだけど、誰もいないのかなと思っていたんだけど、まあ、結構秘境駅として有名だったので、結構ね、そういう目的、秘境駅が好き、あるいは鉄道が好きっていうことで、まあ、坪尻駅にやってくる人ってのは少なくないのかなと予想していたんだけど、意外と、多いっちゃ多い。あ、でも多いか。一日乗降人員、乗車人員、2人とか、ね、1人とか2人っていう平均ね、っていう駅で、自分がたまたま行った時に3人もお客さんがいたらね、まあ、あと JR 四国の頃、清掃の人ですかね、草刈りかなんかされてた方がいたんですけど、スイッチバックということで、まあ、車掌さんとね、あ、運転手ですね、まあ、ワンワンなんで運転手しかいないんですけど、この本当に七面倒くさいことを毎回やってるんだなと思って、とりあえず一旦坪尻駅はスルーしまして、端倉の方に行って、端倉のロープウェイを乗ってね、端倉のロープウェイ乗って、端倉寺から歩いて坪尻駅を向かうというプランで、坪尻に向かいましたね。ディーゼルカー、1両だけのディーゼルカー、まあいいですよね、この、まあ、駅の雰囲気と周りの大自然、1両だけのディーゼルカーですね。それから端倉駅から端倉寺へ向かうロープウェイまでは、そこそこ距離ありましたね。まあ、歩けない距離ではないんだけども、10分か15分ぐらいですか。で、まあ、その間に、特にこう案内表示とかもなくて、こちらがロープウェイですっていうような案内も特になくて、歩いてたら突然現れるという、ね、ちゃんとやってんのかなってちょっと不安だったんですよね。自分以外、端倉駅で降りたのも自分だけだったし、まあ、その JR 四国の、係員の人もね、降りてきたんだけど、まあ、お客さんとしては自分だけだった。で、これでロープウェイ乗る人いるのかなと思って。ちゃんとやってましたね。待合室に、女性の係員の方、一人おられました。まあ、切符買いました。往復で1700円、片道で900円という、まあ、金額なんだけど、まあ、片道900円、まあそこそこでしますよね。まあこういうロープウェイとかケーブルカーだったら、まあそれぐらいするのが平均相場かなと思うんだけど、片道でって申し出たんだけど、なんか出てきたのは往復の切符だったんですよ。多分片道で頼む人はほとんどいないんでしょうね。片道ありますか、片道で行けますかみたいなこと聞いたら、あ、片道で大丈夫ですって言って、まあ、特に、っていう、片道借りどうすんのみたいな感じのリアクションは特になかった。たまにはそういう人もいるんでしょう。ちっちゃいロープウェイですね。オレンジ色の車体。特に車内にクーラーはなく、まあ、窓が開いていて、自然の風が入ってくるのみたいな。ロープウェイ降りるとね、すぐお寺だったんだけど、まあ、ちょっと時間の都合でお寺はちょっとスルーしまして、もう降りた瞬間にもうなんか気温が違うんですよね。夏場だったんですけども、7月の25日ということで、まあ暑かった、下界はね、下界って言い方はちょっと不遜ですけれども、ロープウェイ乗る前に比べるともう肌で感じられるぐらい、涼しかったですね。でこの道がね、結構、まあ、入り口、まあ、端倉のロープウェイ降りて、左側に進むと、まあ、自動車が通れるような道があって、ただそのフェンスが、すぐあって、そのフェンスに、まあ、自動車通行禁止みたいなのが書いてあったんで、行けんのかな、これ進めんのかなとかって思ったんだけど、意外と行けましたね。ちょっとあそこも一応音声は撮ってあるんで、
ょっとお聞きいただければと思うんだけど。このね、大自然の、日暮らしの音が聞こえるんですよね。日暮らしの音がすごく耳心地がいいですね。もちろんその、アブラゼミもクマゼミもね、ミミンゼミもいますけれども、これも夏の風物詩で、セミの声はもう結構好きなんですよね。大好きなんだけど、まあ、セミ自体はちょっと苦手なんだけど、夏を実感できるというかね。ここから足倉寺から、まあ、ずっと延々、まあ、つづら折りの坂を下って、1時間かけて坪尻駅まで。まあ、Google でね、一応、まあ、所要時間調べておいたんで、途中で通行止めとかになって、一切しなければ戻ることは可能であると。まあ、そうなってたらどうしようかなとか、結構後々のスケジュールを考えたらやばいなとは思ったはいたんだけど、一応たどり着くことができました。途中でこう、道路のへりに、こういう杭が打ってあって、杭というか、石、石碑みたいになって、平成17年10月竣工と。これ土砂崩れとかあったんでしょうね。で、その時に、まあ、その崩落した部分を、補修する、ということで、こういう、まあ、災害があって、まあ、それを、まあ、修復すると、ね、土砂崩れを修復するっていうね、そういう跡だと思うんですけど、まあ、これいくつか点在してましたね。平成17年、まあ、僕が結構、まあ、中学生ぐらいの時なんだけど、まあ、だいぶ時間経ってるんだけど、まあ、これよりもっと古い、昭和何年とかもね、あったんで。まあ、そのためにね、こういう碑をね、建ててたんですよね。まあ、いかにだから災害の多い地域かっていうことで、ね、この四国っていうのがね、台風の直撃するケースも多いし、で、まあ、まあ、この山の中ってことでね、まあ、その、もともと土砂崩れのリスクがあるエリアと。まあ、まあ、その前後で、特に雨とか降ってなくて、大雨とか台風はなかったんで、まあ、地盤しっかりしてるだろうと。まあ、安心して歩いてはいましたけどね。もうこの道を歩くのが一番ハイライトだったかなと思いますね。この旅で。景色もいいですしね。この集落みたいなところも。この風情ある集落、徳島県って書いてますね。なんか謎の火がいろいろあったり。坪尻駅が一望できるっていう、この展望台にも行きました。落ち展望台、なんて読むんですかね。この落ちっていう。落ちっていうのが、ないしは落としっていうのが、まあ、この辺あたりの、地名ということのようですね。落ち自治会、落とし自治会という、まあ、表記が左下にあります。これ誰が作ったんでしょうね。まあ、この自治会の方が作られたんですかね。このコンクリートと、あと、このフェンスで、囲われて、安全に、こう、撮影ができるように、作られていました。この通り、坪尻駅が一望できます、ね。滝が見えるって言ったんですけど、滝はちょっと、どこにあるのかよくわからなかったんですけど。この場所自体がもう、この駅もそうだし、まあ、この駅がなかったとしても、この、周りのね、雄大な山々を拝めるっていうことだけでも、価値あると思います。うどん屋さん結構、まあ、香川県もそうだし徳島県入っても割とうどん屋さん割と見かけるんだけど、ハイレストランでしたね。レストランにしては結構でかいなと思うんだけど、平屋建てではあるんだけど左右にでかいっていう、ね、まあ、多くになんか一般家庭みたいなのありますけども、レストランの方がおられたんですかね、住んでおられたのか分かんないけど、土地の使い方が贅沢ですよね。こういう地方ならではっていうかね、過疎地ならでは、過疎地って言っていいのかわかんないけども、まあ、まあ、そういう認識でいいと思うんですけどね。で、坪尻駅はこの国道、旧国道からね、アクセスできます。ただまあ、この展望台からも見た時にちょっと分かったんですけど、かなりの高低差がありますね。高低差と、あと600メートルほどの距離が、この国道からありますね。その600メートルっていう、その、
左右のというか、まあ、その横方向の距離感以上に、まあ、その上下の距離もかなりあったんで、道なき道、まあ、本当に道なき道、これ、まあ、単に、まあ、実際歩いてみたら道はあるっていうのは分かるんだけど、写真で見ると本当にこれが道なのかっていうことが分からなくなるぐらいの雰囲気の場所でしたね。もう本当にこれが秘境駅なんだなっていう、まあ、その直接坪尻の駅で列車を降りて、で帰りもその坪尻駅から乗ってっていう風だと多分分からなかったと思うんだけど、この坪尻駅にあえてその列車ではなくて橋倉からアクセスするっていうことをやって、改めてあのここが秘境駅って呼ばれるだけのことはあるんだなって、確かに秘境なんだと、アクセスすることが非常に難しいっていうことは、あの肌身に染みて分かりました。本当に蜘蛛の巣をかき分けてとか、本当に蜘蛛の巣があるんで、自分の目の前にあの歩いてると顔に蜘蛛の巣がかかるんで、ね、ちょっとそう払いながらね、ちょっと気持ち悪い思いをしながら、こう周りにこう蜂とかね、あのハエとかなんかわけわかんない虫とかいろいろこうあのまとわりついてくる、まあ、そういうのを避けながらね、なぜかこうキャタピラのが捨ててあったり、冷蔵庫とかね、不法投棄ですね、だいたいどっから持ってくるのか、まあ、そこまで歩いてこれを運んできたのか、あるいは、まあ、なんかあるいはね、この国道から投げ落としたんかなとかいろいろ考えちゃいますけどね、ここまでだって手で持ってくるメリットがないし、運ぶの大変ですからね、場合によっちゃうと、こう、国道から、ね、この坪尻駅に向かって、冷蔵庫を投げ落としたという、多分その可能性高いと思うんだけど、いや、これもし人に当たったらどうするんだとか、いろいろね、考えましたけどね。坪尻駅、たどり着くことができましたね。坪尻駅の手前に、廃屋があって、ここはかつて商店だったそうですね。まあ、いろいろ曰く言う、ね、因縁がある。ようなんだけども、まあ、そこはまあ今日はスルーしまして、踏切はあの自分で、遮断機を押し出してあるいは引いて、渡るというね、そういうシステム、遮断管は一応あるけれども警報器はありませんで、時刻表を見てね、あの列車が来ないことを確認して、自分の目で右左確認して渡ってください。木造の駅舎ですね、1日に3本ないしは4本という、ことで、この駅はねできた時からもうすでに秘境としてもう有名だったということで、あとで YouTube で見たんですけど、昭和何年の映像で、秘境号みたいなあの機関車、まあ、昔の EDF50 っていう機関車引っ張った着車列車でイベント列車だと思うんですよ。そういうのとか昭和の代からもそういう列車が運転されるぐらい、まあその秘境として坪尻駅は昔からここはまあ秘境として有名だったって、秘境駅として有名って、イベント列車っていうのは、まあそのこういうね四国真ん中千年物語とかこういう列車も最近は運行されてまして、まあ、坪尻駅も止まるようですね。三連の一応停止目標もありまして、まあ、この四国真ん中千年物語のための、停止目標だと思うんだけど、まあ、3両編成が止まれるホーム、スイッチバックのホームです。
結構な充実した旅になりました。帰りは、7200、快速関連ライナー、とうとう乗り継ぎまして、岡山駅からね、普通列車乗って、駅弁食って帰りました。つぼ尻は本当良かったなと思いますね。で、アクセスとして、端倉からアクセスするっていうのも、すごく、なんかいいアイデアだったなと自分では思います。まあ、18切符もまだ4回分残ってますんで、充実した旅ができたらなと思いますね。以上です。